新年明け、正月ということで、正月っぽいいろいろありますよね。お餅を食べたり、神社へ参拝に行ったり、まあいろいろある中で、今日は書き初めやってみようかなと思います。まあ、ちょっとね、字をお見せするのはお恥ずかしいところもあるんですけれども、まあその字の良し悪しよりも、まあ書き初めをやったというところに重きを置いて、この動画を収めさせていただこうと思います。じゃあ早速書きます。あんまりね、字書くことないので、まあ、ピン芸人の時代にフリップに字を書くときに筆を握ったりしていましたけど、正月だから何か字を書くってことはあんまり字は自信がないので、上手に書けるか分かんないですけど、書きますね。できました。いや、好きなアーティストさんの名前を書かせていただきました。なので、まあ今年自分自身飛躍して、同じ芸能界に一応ねおりますので、まあ、どこかのタイミングでご一緒する機会があったら、それは幸せだなという願いを込めて書かせていただきました。僕が好きなアーティストさん、こちらです。じゃじゃじゃーん。岡本ま、よう書けませんでした。文字の配分間違えて、ようまで夜っていう字、岡本真代さんの最後まで書けませんでした。悔しい。まあでもなかなか仕上がり自体はなかなかよくできたんじゃないでしょうか。はい、もう一枚ぐらい、例えば、今年何かチャレンジしたいこと、やりたいことなんかを書こうかなと思います。こう思っていることは言葉にして吐き出したり、文字にして外に出したり、アウトプットすることが大事だなんていうことをね、どこかの誰かが言っていたんです。もう覚えてません。書きます。できました。はい、今年チャレンジしたいこと、続けたいこと、こちらです。えい、日記。まあ普段から僕、日記のようなものはアメブロさんの方で毎日ブログとして書いてはいるんですけど、まあブログと日記はちょっと僕の中で解釈が違ってまして、ブログっていうのはもちろん人の目を気にしてますし、使っちゃいけない言葉は書いちゃいけないなとか、かなりセキュリティをかけて文字書いているんです。ただ日記というのは、まあ誰かに見てもらうものでもないので、自分の思っていることを素直にそのままここに吐き出すことができるんじゃないかなと。でそれを数日後、数年後見返した時、素直な言葉が吐き出しておりますので、まあ、読み返したら面白いんじゃないかな。毎日で、しかもネット上じゃなくて用意しております。こちらノートに、書き綴っていけたらいいなと思います。大変これはね、難しくはなると思います。文字で書くっていうことを最近しておりませんので、みんななんかあったら携帯にメモですよね。これをあえてペンを持つというところに重きを置きまして、チャレンジしてみたいと思います。でこれをすることによって、自分自身どう変化が訪れるのか、ここも楽しみの一つとしてこの日記チャレンジやりたいと思います。はい、といったところで、本日
正月の書き初めお届けしました。ありがとうございました。